ドリームファーストバンクチャリティークラシック最終日30日バッファローデューンズ GC 米カンザス州6502ヤードパー72最終ラウンドが終了した3人が決勝ラウンドに進んだ日本勢では谷田由り香と長野峰がトータル8アンダーの3位タイで3日間を終えた 今期から米国女子株ツアーに挑む谷タ田タは優勝争いを繰り広げながらも、14番パー4で痛恨のダブルボギー。これも響き最終的には勝利に4だ及ばなかったが、それでも自己ベストフィニッシュを決めた。馬場先は2バーディ1ボギーと1つ伸ばし、トータルイーブンパー、42対という結果に終わった。優勝は、 トータル12アンダーでホールアウトしたキャスリーン・スカーボとダニエライ・アコベリの米国勢2人によるプレイオフまでも連れ込んだ。その延長戦は6ホール目でようやく決着がつく死闘となり、最後はスカーボが制した。